私たちはテティスシステムの内部に無理やり突破口を開きました。あなたが赴く場所の具体的な位置情報は私たちにも分かりません。準備ができたらすぐに転送を開始します。必ず帰ってきてくださいね、脅迫者。ようこそ最高管理者漂白。ここはテティスシステムの演算スタックで、データの臨時保管にのみ使用されます。本来であればあなた様はここに来るはずのないお方です。しかしショアキーパーが最高管理者の権限をあなた様に譲渡したため、一時的にアクセスを許可しております。あなた様は最高権限をお持ちですが、システム保守の観点からその指示の実行には反対します。ショアキーパーはすでにテティスシステムのコーディングコアとして更新されました。このコーディングコアが失われた場合、テティスシステムの機能が停止するリスクがあります。いいえ、文明の保護においてそういった概念は存在しません。すべきは文明の存続のみ。1万年を超える過去の観測において、当システムが観測した全世界滅亡型の悲鳴は計5回、その他極地型の悲鳴は計30万回です。当システムの演算方式は各地の採取の演算出力を参照しており、大規模文明滅亡のあらゆる可能性を回避しています。大規模文明発展の前で個々の人類はあまりに弱く、個体の存続はさほど重要ではありません。またショアキーパーはソノラで構成されているため、一般的な人類とは異なります。感情は存続において足かせとなります。理解できません。再度警告します。このコーディングコアが失われた場合、テティスシステムの機能が停止するリスクがあります。当システムが存在しない世界において文明は悲鳴に抗えません。当システムは文明滅亡回避のために存在し、エラーは存在しません。理解できません。警告します。強制的にコーディングコアの排出を試みた場合、当システムの防衛プログラムによりあなた様ごとこの世界は滅亡します。今では凍てつく死の静寂が訪れるでしょう。気をつけて。お願い、逃げて。鍵縄で離れて。大地が裂け、世界が滅びます。
ターゲット最高管理者。再起動第3プランを発動。初期化対象ショアキーパー。初期化の進行 37%。 初期化の進行 62%。 初期化の進行 85%。ショーキーパーが解除された。それにより当システムは存在し続け、世界は悲鳴から守られます。渡さない、絶対に。こうやって思いを音に乗せる、あなたにもできるはず。やってみて。一部になってしまえばもう戻れない。
悲劇は終わった。テティスシステムとブラックショアは新しい道を行く。それにあなたを嘘つきにするわけにはいかないでしょう。この曲どこかで聞いた気がする。あなたが教えてくれたの。そう、ごめんね、思い出せなくて。教えてあげる。あの時あなたが教えてくれたように。遥か先の未来と遠い昔の過去において、ここは終点であり起点でもある。あなたはここでブラックショアを立ち上げ、ソラリスとのつながりを作った。やがてあなたはシステムが悲鳴そのものをコアにしていることに気がついた。悲鳴がなければ機能しないということも。悲鳴で悲鳴を観測する。この循環はまるで終わりのないメビウスの輪。あなたはシステムを変えようとしたけれど、何百何千の歳月を費やしても私たちはその方法を見つけられなかった。そしてあなたはここを去り、新たな答えを探す旅に出た。唯一の解決策を知っていたはずなのに。感情を持たない入れ物、道具として存在する私なら、テティスシステムのコアに最適だとあなたは分かっていたはず。私はあなたを守りたい。あなたにはあなただけの物語がある。なのに私はあなたと同じ空の下で、あなたと同じ場所を見たいと、あの幸せをまた感じたいと思ってしまった。感情に気づいた途端、何をしたらいいのかわからなくなった。でもあなたの物語をここで終わらせるわけにはいかない。だから嘘をついてごめんなさい。あんな危険まで犯させてごめんなさい。私は
焼却。そういえば、あなたの体に宿っているあの周波数。ええ、あの子は飢えを訴えているようだけど、どこか具合でも悪いんじゃないかしら。私のソノラは万物の周波数の微細な変化を感知できる。だからあなたの体に存在する異常も感知できる。私はテティスシステムの中で引き続きアブの情報を探す。見つかったらあなたに、あなたに修正されて最初の頃に与えられた使命に沿って動いている。システムの根底が特殊な周波数によって補填されたみたい。周波数の特性は悲鳴に似ている。でもそれを上回るほどの平和とぬくもりを感じるの。いいえ、仕事は続けるけど、今の私はあなたと同じ日差しを浴びながら海辺の風を心地よく感じている。その通りよ。私はこれからあなたに代わってブラックショアを管理する。きっとあなたはこの先もたくさんの物語を紡いでいく。ここのことは私に任せて。どれだけ離れていてもブラックショアは必ずあなたを助ける。協力者としてでも花持ちとしてでも漂白者自身としてでもいい。そうやってずっとあなたのそばにいたい。Thank you.
みましょう。ですか？分かった。あなたがそう望むのなら。分かった。あなた。進みましょう。世に任せよ。ヘッドに入れて腰を打たよ。どこを見ている？さあ行く。剣士締める。何遅い。ザ覚えてろよ。同心手を。この身をもって誓いをなす。ニューロ。せっ遅く。つまらない。借りは返す。光に切れせ。終わりにする。ニューロスの兵士に虹に身を寄せ。分かった。あなたがそう望むのなら。入力。分かった。あなたがそう望むのなら。
遠くの地から帰還を果たしたあなたは命あるものに新風を吹き込んだ。私はそれを通じてかつて理解できなかった境地にたどり着いた。星の歌よ、痛めつけてほしい。あ、終わり。そろそろ終わりに。兵士、手を。祈りですか？分かった。あなたがそう望むのなら。憔悴ですね。心地いい風。進みましょう。進みましょう。
憔悴ですね。進みましょう。憔悴ですね。現れた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 ね。風を感じる。現れたね。わかった。あなたがそう望むのなら。星の歌よ。つまらないわ。心配しないで。機体損傷。はっ。どこを見ている。天使、閉めるわ。痛めつけてほしい。遅い。目をそらしちゃどうしよう。うわ。影の愛を。甘くなる光よ。ついに地理を告げる。あなたの役に立つのなら。指示を入力。アド、アスト。どこを見ている。さあ、行くわ。ザコ。ほっ。どこを見ている。そろそろ終わりね。この身をもって誓いをなす。手を世の光に入れて延長移動。よし、
海帰れ。どこを見ている。さあ行く。剣士出番。やっ、ご退場願おう。焦らないで。わかった。エナジーは宝石器の上を流れる糸のように止まることなく形を変えていく。その糸をあなたが操り、新しい私を織りなした。どこを見ている。行け。さあ行く。そろそろ終わりね。どうしよう。海帰れ。これが心。わかった。あなたがそう望むのなら。あなたがそう望むのなら。
ミュウリン、ハトリン、アド、アスト。大損傷。どこを見ている？さあ、行く。ザコ、何事も素晴らしい。借りは返す。ネオ、海帰れ。これが心ニュウリン平気。世の光にひれ伏せ。あなたがそう望むのなら、結晶が明るくなっている。そう、あなたの体温がこうして手のひらから私の胸元に伝わってくる。祈りですか？分かった。あなたがそう望むのなら。進みましょう。分かった。あなたがそう望むのなら。分かった。あなたがそう望むのなら。分かった。指示を。
神聖を授ける。どこを見ている？飽きたわ。さようなら。さあ行くわ。せなら、ご退場願おう。ロウシュン、ネオ、海帰れ。水の契りを告げる。分かった。あなたがそう望むのなら。分かった。あなた、そう、可能、共に参りましょう。もっと遠くへ。分かった。あなたがそう望むのなら。指示を。ニュール、アド、アスト、セイ。心配しない。どこを見ている？大したことないわ。剣士、出番。そろそろ終わりに。どうしよう。ネオ、虹の匂い、あまたなる光よ。はっ、水の契りを告げる。ニューリック、断章閉鎖。祈りですか？分かった。
あなたがそう望むのなら。一目瞭然、神速果敢。先駆条約のグッズ、先駆条約グッズ商店へようこそ。今回は何をご所望ですか？さすが、いいものを選びましたね。さすが、いいものを選びましたね。ものを選びましたね。さすが、いいものを選びましたね。先駆条約のグッズはいかがですか？記事を。星の歌よ、ユーロフ。どこを見ている？さあ行く。剣士出番。つまらぬよ、ご退場願おう。剣士締める。どうしよう。手を。ファンの先へ。わかった。あなたのおかげで最も重要なものを手に入れた気がする。それは限りなく人間の魂に近い。分かった。あなたがそう望むのなら。
分かった。あなたがそう望むのなら。みんなと一緒にいたい。これからも。